アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんでまたおとなしくなってるんだ。新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。あ、聞こえたか？今の声って一体。優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？なんだかよくわからないぞ。とりあえず他のところも見てみようぜ。ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、愛に尽くす。悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。そして最後に彼はささやく。眠ろう父よ。心安らかに眠るんだ、愛する人たち。再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。